スタンプ事件の私たち科学者とですね、一般社会との大きな断層が、科学者は嘘を問題にしていないということだったと思うわけですね。まあもちろん科学者の中にも研究ほとんどしてない人たちが比較的マスコミを取り上げましたので、まあ違うような感じもしておりますが、まあそうなわけですね。前回私と小畑さんの仮想の会話という形を取りまして、論文のミスなどはあまり興味がなく、内容に興味がある人はどういう態度で接するかということの具体例を示しました。まあ現実に1月から5月まで日本社会に起こったことと私の感覚が非常に離れていたということに私がびっくりしたことを理解されたと思います。2回目はですね、一般的に科学者が嘘を問題にしないということはなぜかということについて整理をいたしました。私たちの日常的な生活というのはですね、まあ研究をしまして、まあその成果を学会で発表し、まとまってきたらまあ論文に出すと、まあいうことを続けているわけですね。まあ、普段は学会に出て自分の研究発表をし、他の人の研究発表を聞き、まあ、ディスカッションしてさらに研究を進めると。まあ、私なんかこんなことを40年もやってきたわけです。未だかつて発表を聞いてですね、その結果は本当ですか嘘ですかなんて質問したことはありません。またそんなことを質問している人を聞いたこともありません。なぜかというと学会での発表は嘘はないということを前提にして聞くからです。そんなことは嘘ですかって聞いては失礼だというんじゃないんですね。私たちは科学に忠誠を誓っておりますから、まあ、嘘ではないかと思えばですね、別に人間的に失礼だとか関係ないんですね、科学は。ですから嘘ではないかと聞く必要あるんですね。科学者は科学が人間社会の上にあるという態度で臨むわけですね。別に選ぶってるわけじゃない。で、それで研究発表とは原則として新しいことなわけですね。まあ新しいことじゃないことを発表される人もいないじゃないですけども、一応研究発表は新しいんです。ですから発表を聞く前には自分の頭に入っていないことですからね。ですからそれが嘘か本当かっていうことを判別することはできないんですよ。つまり科学の世界で嘘か本当かを考えるだけ時間の無駄なんですね。つまり新しいことですから。その誰にも嘘か本当かわからないんです。それではまあこの社会に嘘は全くないかというとですね、科学は研究対象の自然を研究するということと、研究するのは人間であるっていう二つがありますので、まあ自然の方は嘘つかないんですが、人間の方は嘘つきますからね。ですから嘘はあり得るんですよ。で、だからですね、もし誰かが嘘をついたとしますよね。その研究がその人だけがやらなかったと。他の人はもう未来永劫にやらなかったら、その嘘は永久にバレません。だけど誰も注目しないんですから、バレてもバレなくても意味がないので、歴史の中に消えていくだけなんですね。つまり、嘘をもしある人がつきますね。みんなはそうかと思いますね。そこまで思ったと。しかしまあ誰もそれを追試したり利用しようとしなかったっていう場合はですね、いくら嘘をついてもそれでみんなが忘れ去られちゃうので、発表する意味もないし、何の意味もないんですよね。この場合は嘘は永久に続くけども意味がないと。こういうことになるんですね。で、スタップ事件で日本社会が間違ったのはですね、日常生活や政治など人間だけが介在することと科学とを錯覚したわけですね。スタップ論文が嘘なら今後誰も見向きもしませんし、本当のことならだんだん有用になっていきますから、その経過を見た方がですね、嘘か本当かを議論するよりか労力が少ないんですよ。人間がすることをいちいち嘘か本当か、つまりこの新しいことですよ。人間がする新しいことなんですね。嘘か本当かを確かめようとするとですね、学会に常に膨大な捜査班を作らなきゃいけないと。まあ今度みたいになんか調査委員会みたいなの作ってですね、本来だったら研究しなきゃいけない人が、猛烈に、時間を使わなきゃいけない。だけども、科学はいらないのは自然という観察官がいるんですね。ですから自然は嘘をつきませんから、時が経つのを待てば、おのずから嘘は分かってくるんですよ。そして嘘なら嘘を言った人は学会では誰も信用しなくなるので、そういう罰も受けます。つまり、検察官も裁判所もあるようなもんなんですよ。だから問題がないということですね。で、まあそれに加えてですね、だから嘘をついても何の意味もないということが一つあるんですが、それ以外にですね、
実は人間本来のこともあるんですね。新発見とか研究者の錯覚、嘘っていう三つがあるんですね。新しいことを発見する。地球が中心だっていうんじゃない。太陽が中心だという。それはガリレオが星の動きを見たから。これ錯覚かもしれない。もしくはガリレオが目立ちたく、立ちたくて嘘を言った。この三つはね、わからないんですよ。紙一重なんです。実は新発見と研究者の錯覚と嘘が違うように言ってるんですけど、区別できないですね。新発見でも100年近くは再現性のないものもあればですね、研究者が多くのデータから善意で錯覚するということは非常に多いんですよ。結果的に嘘だったと。いや、嘘っつってもこれは故意の嘘じゃなくてですね、研究者が間違ったっていうだけなんですね。それはですね、新しく困難なことに挑戦しているので、まあ難しいんですよ。単純ミスも実はあるんですね。私は学生にですね、サンプル便を必ず名前書いておけよっていつも言ってたんですね。男子学生はサボりなもんですからね。サンプル便にこういうサンプルだって書けばいいのにね、マジックで書かないんですよ。それ取り違えるわけですよ。まあ、ひどい学生はこれ右に置いた分だとか左に置いた分だって、誰かが来て左に逆にしたら逆になっちゃうんですよね。そういうこともしょっちゅうあるんです。それからですね、測定器が不調で思わぬ結果を出すことがあるんですが、その結果がですね、悪い方の結果なら普通もう一回実験するんですけど、いい方の結果ですとね、そのまま採用しちゃうんですね。あまりに結果が荒唐無稽なら気がつくんですけども、研究者がですね、そんなデータが欲しいなと思ってる時に、測定機械が偶然に調子悪くてですね、期待されるようなデータを出すこともあるんです。全く善意ですよね。それをうっかり学会に発表しちゃうと。まあ、うっかりっていうのは、まあ自分でよく再現性もやってからやるのが本当なんですけど、まあ急いでたらいろいろしてやることがあるんですね。で、そういうことも全部飲み込むんですよ。本当の発見、錯覚、嘘、データの取り違え、写真の取り違え、それから、装置の故障、全部分かってて、我々は学会発表を聞くんですね。で、国内はもとより世界でも研究仲間もそれほど多くないんです。まあ、過去の研究の最大人数が4000人とか言われてるんですが、まあ、ほんとそんなことなくて、普通は200人とか300人なんです。世界でですよ。だから、嘘ついたらですね、その後は何回発表しても誰も聞いてくれないんですよ。もともとね、まあ、そういう人ってほとんど私も見ないんですけど、まあ、いい加減な人っているんですね。で、海外学会なんか行きまして、まあ、200人、300人が大体同じようなフロアでこうディスカッションしたりですね、夕方はちょっとワインなんか飲みながら話をするんですが、ちょっと怪しいなと思うような人とか、ちゃんとした発表しないなっていう人の周りは誰も来ませんよ。だから、もうそれで大丈夫なんですよね。まあ、嘘をつく人ほとんどいないんですが、それでも2種類だけは嘘をつく人がいますね。それは卒論を間近にした学生なんですよ。それからもう一つはちょっと頭の調子が悪くなった名誉欲の強い40歳から50歳の人たちもやりますね。学生はですね、就職が決まって万が一卒論を落とすとですね、もう就職もできない、学費もない、親父にも怒られるということで、もうこれはインチキすることあるんですね。これはもう僕らが、先生は十分に気をつけてるんですけど、それでもやっぱり巧みな学生いますから、私も一にもしかしたらあるかもしれませんが、まあそういうことをいちいち学生に追求する、したりすることはありません。それから40歳代、50歳代でですね、他人との競争とか地位の獲得でもうよくわかんなくなっちゃった人がいるんですね。で、そういう人が将来が見えなくなって、そしてもちろん将来考えたら嘘つく人いないんですが、将来が見えなくなって嘘をつくと。しかし私の経験ではね、こういった類の我々と熟年層がやる巧みな嘘も5年ぐらいでバレますね。どんなに長くても。で、スタップ事件ではですね、このような私たちの科学者としての日常生活と全く違う展開がされました。多くの日本人が嘘か本当か、あるいはスタップの細胞あるのか、というのに関心を持ちました。大勝さんにレベルの低い質問をした記者は今頃恥じていると思いますが、スタップ論文ありますかって聞いてね、大勝さんがスタップ論文ありますと答えた。実にひどい状態ですね。こんなこと決まってるじゃないですか。論文を提出した人が、その論文が不出来かどうかは別にしてですよ。論文の趣旨をそう考えてないことありえないんですよ。そんなことを聞いてどうするのかと。まあ私は日本社会がすごく異常だな。日本社会の方が歪んでるなと思いましたね。
スタップ論文はですね、利権の誰かが仕掛けて嘘を作って、おぼかつさんを騙した場合もあり得ます。しかし、そんなことを詮索するよりかですね、そんなことを詮索する人はですね、自分の興味のあることを研究した方がいいですよ。私はね、詮索してる人が随分いるんですけども、これね、科学に興味がないんじゃないかと思うんですよね。正義感でやってるとしたらですね、その小さな正義感ですね。つまり科学の中に少しだけ存在する嘘を暴こうという正義感じゃなくて、科学と人間のことを深く考えて、正義感、つまりその、もし自分がこれの論文は不十分だなとか、嘘を含むなと思ってたらその論文を無視するという、そういう選択をすべきなんですね。科学というのは非常に難しいし、また未来を開拓するものとして、一般社会のしきたりとか常識と違う点があります。そこに一般社会のしきたりや常識ですね、例えば、論文が正しいかどうかをチェックするとかね、嘘をつかないように実験ノートを書くとか、なんかそういうことを持ち込んだらですね、科学の進歩は大幅に遅れ、人類の知的財産は非常に大きな損害を受けると、私はそう思います。